Windows 10でも、IE が使いたい。Windows 10に搭載された新ブラウザ、Microsoft Edge は、新しいレンダリングエンジンを搭載し、数々の新機能を搭載している。今後も Windows アップデートなどを通してプラグイン導入機能を加えるなど、各方面で強化していく予定だ。Edge で開いているウェブサイトを即座に IE11 で開くメニューも備えている。動作も軽快で、サクサクとウェブページを読み進めることができる。ところが、シンプルを追求するためか、以前のインターネットエクスプローラー11と比較すると機能不足を感じる場面もある。例えば、ウェブサイト上に掲載された画像を右クリックした時のコンテキストメニュー、右クリックメニューを Edge と IE11 で比較してみると、Edge は現時点で必要最低限の選択肢しか備えていない。IE11 の画像をメールで送るやマイピクチャー移動といったいかにも使用頻度の低そうなものを排除するのは理解できるが、対象をファイルに保存や名前をつけて保存といった機能が実装されていないのは不便に感じるユーザーも多いはずだ。シンプルにウェブサイトをチェックする分には問題はないが、ブラウザとしてメインで使うヘビーユーザーにとっては不満に感じることもあるだろう。また、Edge は HTML5 ベースの技術に最適化する一方、Silverlight や ActiveX、VBScript、VML、PHO など、IE で対応していた古い技術を、セキュリティ上の理由などから省いているため、まさしく表示できないウェブページも存在する。これらの点から Windows 10でもしばらくは、IE11 を利用したいと、考えるユーザーは少なくないはずだ。Windows 10で IE11 を起動するには、Windows 10で IE11 を利用するには、アプリ一覧の中にある Windows アクセサリから起動する必要がある。アプリ一覧の頭文字 I の欄には配置されていないので、一見すると Windows 10からは削除されてしまったかのように見えるが、互換性の観点からしっかり Windows 10にもインストールされている。IE11 をよく利用するなら、ショートカットをスタートメニューやタスクバーにピン止めしておくのがおすすめだ。検索バーに IE と打つことで素早く起動することもできる。Windows 10で生まれ変わったスタートメニューを自分好みに変える。Windows 10のタスクバーを圧迫する。検索ボックス、非表示で問題なし。Edge で開いているウェブページを IE11 で開く。さらに、Edge には右上のメニュー、点点点の中にあるインターネットエクスプローラーで開くを選択することで、今開いているウェブサイトを IE11 で即座に開く機能も備えている。万が一、Edge でまさしく表示されないウェブサイトに出会ったら、IE11 で開くのも、手だ。Edge の完成度が上がって、IE11 と完全にさよならできる日が、来ることを期待したい。